日本 SP 選手権第2戦見事優勝です。高星光則選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日は悔しい2位というところで雪辱になったかと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、そうですね、昨日は本当に自分のミスで最終ラップに流れてしまって、まあ、本当に LDP の方々、チームの方々に本当に迷惑かけたなと思って、まあ、その昨日の夜はチーム、エンジニアを考えてくれて、まあ、僕も夜遅くまで考えて、で万全な状態でそのレースに挑めたんで、まあ、本当にチームの方々に感謝したいと思います。一度試験で勝田選手に先行されて、ストレートでまた抜き返してという攻防ありましたけども、あの状況はいかがでしょう。まあ、そうですね、ストレートの曲がったところからこれはちょっと試験にならないなというふうに予感はしてたんで、まあ、準備はしてた、来られる準備はしてたんで、まあ、冷静に対処できたかなと思いますけど、これで次の無敵に向けて、僅差ではありますけどもポイントトップという状況ですけど、まあ、そうですね、でも、まあ、スピードという意味でやっぱりトムスには負けていると思ってるんで、まあ、この状態を、まあ、ラッキーっていうふうに考えて、無敵はもっと精一杯チームと話し合って頑張っていきたいと思います。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。